北島三郎、さんは、祭り、や、風雪流れ旅、などのヒット曲を連発し、演歌界のみならず芸能界全体においても大御所として確固たる地位を築きました。家族には一般人の方も含まれることから情報は少なめとなっていますが、デビュー前に結婚した妻の雅子さんが病気との噂や、孫の人数などが広く関心を集めているそうです。今回の記事では北島さんの家族や家系図などプライベートについて見ていくことにしましょう。北島三郎のプロフィール、本名、大野実、出身地、北海道、生年月日、1936年10月4日。所属事務所、北島音楽事務所、代表的な作品、北の龍馬祭りなど多数。牧師、北島三郎の妻はアパートの大家の娘だった。北島三郎の妻が病気という噂はデマ。北島三郎の孫は何人いるのか。家系図から見た本当の北島三郎ファミリー。北島三郎の妻はアパートの大家の娘だった。まずは北島三郎さんが一途に愛する妻、雅子さんについて見ていきます。雅子さんは北島さんの1歳年下で、都内でアパートを営んでいた家の娘として生まれました。二人が知り合った馴れ初めは、歌手を目指して北海道から上京してきた北島さんがたまたま雅子さんの家のアパートに住むことになり、年が近かったことから次第に親しくなったそうです。交際をしている時に北島さんが結婚や将来についての不安を漏らすと、雅子さんは、歌手がダメだったら私が食べさせてあげるわよ、と力強い言葉で励ましてくれました。その言葉を聞いた北島さんは直感的に、嫁にもらうならこういう人だ、と思い、デビュー前で安定収入がないことを懸念する雅子さんの両親の反対を押し切って1959年11月30日に挙式。雅子さんは当時について何かやりそうな目をしていたから、そしていますが、結果的には直感や見る目は正しく、お互いに素晴らしい決断をしたと言えるでしょう。北島さんも売れない頃だけでなく多忙になってからの献身的な支えにとても感謝をしており、2001年には自身が作曲した、妻よを発表してこれまでの苦労をねぎらっています。雅子さんは自分の子供だけでなく北島さんの弟子たちも本当の子供のように接しており、特に義理の息子になった北山たけしさんに対しては娘との交際も含めていろいろと手助けをしてあげたそうです。とかく芸能人は売れてから違う女性に乗り換えがちですが、北島さんと雅子さんの話を聞くと一緒に辛い時期を乗り越え、一緒に幸せになったという過程に大きな意味があると痛感させられました。北島三郎の妻が病気という噂はデマ。続いて北島三郎さんの妻、雅子さんが病気という噂を見ていきましょう。雅子さんは北島さんの1歳年下なので2023年現在は85歳になりますから、一般的に見れば病気の一つや二つあったとしても決して不思議ではありません。ただ、各種ニュースメディアや公式サイトにも雅子さんの病気に関する情報は見当たらず、どちらかといえば元気に過ごしているとされていました。どこから病気という噂が出てきたのかはわかりませんが、もしかすると北島さんの病気、頸椎症性脊髄症を看病した話から誤解されたのかもしれません。加えて次男の誠さんを心不全で亡くしたこと、北島さんの弟、作勝、弘勝さんを肝臓癌で亡くしたことなどが合わさって検索されたことも考えられるでしょう。いずれにしても、夫婦ともに元気で幸せな余生を過ごしてほしいと願うばかりですね。北島三郎の孫は何人いるのか。こちらの項目では北島三郎さんの孫の人数について検証をしていきます。
北島さんは5人の子供、次男の誠さんは2018年に死去、子授かり、次男と長女以外の結婚は確認されていますが、その子である孫の存在についてはあまり情報がありません。数少ない情報を読み解くと、1994年頃に長男の龍さんに子供が誕生していることがわかりました。報道陣から、そろそろお孫さんは、という質問が飛ぶと、北島は、孫、ができないの、は俺のせいじゃないよ、と隣の娘婿をちらりと見て高笑い。長男に孫がいますけど、たけしの孫も見てみたい。まあ、子供は、授かり物ですから、頑張ればいいよ。引用元、北島三郎、北山に、しっかり歌えば孫も。日テレニュース。編の冒頭では孫の大学4年生、河野正隆さん、22、の腕を支えに紋付き袴姿で登場した後、一人でスタンドマイクの前に立った、アメリカにはジャズ、フランスにはシャンソン、日本には演歌があると心に秘めて生きてきました。演歌一筋55年、これからも演歌一筋に歩きます、と宣言。大きな拍手が送られた、引用元、サブちゃん、不屈55周年祭り。車椅子で駆けつけ、演歌一筋、産経ニュース。どちらも少し古い情報なので新たに孫が誕生している可能性も十分に考えられますが、公表されている範囲の話を総合すると孫は正隆さん一人ということになります。ファンからすると北山たけしさんの子供にも期待が集まることですが、北島さんの言う通り、授かり物なので、プレッシャーをかけず温かく見守ることにしましょう。家系図から見た本当の北島三郎ファミリー。最後に北島三郎さんの家系図をチェックしていきますが、内容的にも言葉では説明しづらく伝わりにくいので、当サイトが作成した図をご覧ください。北島さんの家は北海道でニシン漁を営む漁師で裕福だったとの情報がある一方、子供の時に廃業をして農家に転身したという話があるなど詳しくは分かっていません。次男の早、翔さんは故郷の知内町で大野工業という建設会社を経営し、2014年7月に亡くなった末っ子の拓勝、弘勝さんは北島音楽事務所の常務取締役をしていました。他の兄弟については名前も公にされていないので、一般人として生活をしていると推察できます。北島さんの長男、龍さんは北島音楽事務所の社長を務め、三女の涼子さんは、水町玲子の芸名で俳優や歌手としてテレビや舞台に出演をしているそうです。また、家系図の中で一番注目を集めるのは次女、智子さんと結婚した北山たけしさんでしょう。弟子が師匠の娘と恋に落ちて結婚をした話は大きく報じられ、ワイドショーだけでなくコンサートやイベント、歌番組などでも触れられ、いじられ、ました。一般的に、北島ファミリーといえば山本譲二さんや大江豊さんなど個性的な顔ぶれが頭に浮かびますが、本家の北島ファミリーも負けず劣らずの個性派揃いと言えるでしょうね。